角順殿は陰で義の将と会っている。まさか患者不条に行くと言っていたけど、追いかけて問い詰めた方が良さそう。龍禅様、角順殿ですか？もう戻られましたよ。面疾患で休憩されると言っていましたが。角順様ならすでにお立ちになられました。そろそろ生徒に到着される頃でしょう。角順殿、もう生徒についていい頃なのに、一体どこで何を。ご助力感謝いたします。え？私が義と通じていると。義の友人から誘いを受けたのは事実ですが、私は職のため一生尽くす覚悟です。角順殿は潔白ね。これで不安なく戦えそう。
こんなもので良いかな。ああ、疲れた。龍禅様、お見事です。北伐など国を疲弊させる愚行に過ぎません。我ら反対派の意見をお聞きください。領内の山賊による被害が後を絶ちませぬ。賊の討伐こそが最優先と心得ます。山賊も退治できずに北伐などもってのほか。このままでは賛成などできませんな。ここへ乗り込んでくるとは命知らずめ。俺らの恐ろしさ思い知らせてやる。なんて強さだ。クソ、逃げろ。ほう、山賊を成敗されましたか。ですが問題は他にもございましょう。騎馬隊の体たらくはひどいものです。あれでは国を守ることなどできませんぞ。訓練なんてしなくても俺たちは強いんです。なんなら力試ししてみますか。これからは心を入れ替えて鍛錬します。
なんと解決してこられたとは。しかしまだまだ問題はございますぞ。文官たちの仕事が滞っているとか。このままでは国は立ち行きませんぞ。お手伝いくださるのですか。では恥ずかしながら申し上げますが、実は大事な書簡を紛失してしまいまして、探し出していただけないでしょうか。書簡ですか。私が見たときは机の上にありましたが。ここだけの話、見たんですよ、俺。少書老中が大事な書簡を隠したのを。書簡？さあ、知りませんな。仕事が忙しいので失礼します。おや？懐に見たこともない書簡が。もしやこれがお探しのものですか。この書簡です。ありがとうございました。しかし少書老中の仕業だったとは。実はこうしたことは初めてではないのです。上に報告し厳正に処分してもらいます。諸問題を見事解決してくださいましたな。以後は私も北伐に賛同させていただきます。少州殿、こうなっては反対もできませぬな。こんなもので良いかな。ああ、疲れた。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。もう湯に
には従えぬ。職に下ると決めたのだ。どうにか逃げ切らねば。待て、いかん。裏切りは認める。おとなしくパクについてもらおう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。加えてください。かけたの。よかったよかった。北伐には万全の備えで臨みたい。ここまでの成果を確認しよう。各順殿が義に通じている、その疑いは晴れたようだな。李官殿が職に下ってくれたか。幸先の良い知らせだな。昭州殿の北伐への賛同を得られた。これで孝行殿も折れざるを得まい。おお、なんともいい。北伐の準備は万全だ。上昇の悲願達成する時は近いぞ。龍禅様のおかげで北伐再開に向けた準備は整いました。これであとは義へ攻め入るだけです。進化を代表し心より感謝申し上げます。脅威礼を言われることではない。私は呉のためを思い動いたまでだ。義へ攻め込む気についてもできるだけ早くしてほしい。はっ、早速陣立てと進軍経路を計画し上層いたします。龍禅様、兵、策ともに全て整いました。今こそ義へ向け進行を開始いたします。そうか、皆の武運を祈っている。こうしていると諸葛亮の時を思い出すが。はい、あれから何年経つでしょうか。上昇は自らの命を懸けて北伐を行われました。私もまた身命を賭してこたびの戦に臨みます。私も父上や兄上の願いを叶えたいと思います。俺も受け入れてくれた恩を戦で返すぜ。生まれた国とかもう関係ないんだ。この過去を中堅に迷いなしってこと証明しないとな。そう、みんなの思いは一緒。必ず勝つ。そして陣の世を作るってこと。みんなの気持ちよくわかった。だが諸葛亮ですら苦戦した相手だ。くれぐれも無茶はしないでほしい。みんなで揃って陣の世を迎えよう。